ハゲの木。後輩の話。大学のサークルで山ある木をしていた時のこと。休憩中腰を下ろしていると、ああと注意の声が後ろからかけられた。なんだと振り返ると、 頭髪の上にピシャッと何か落ちてきた。手をやってみると樹液か何かの汁のようだ。タオルを出して拭いていると先輩が一人駆け寄ってくる。間に合わなかったか。どうでも言うような雰囲気。ありゃ、仲間内でハゲの木で呼ばれてる。 あれが出す液をかぶると、まず、外れなく、げるんだとさ。先輩は何とも微妙な表情で彼の顔を見つめたという。多分彼も微妙な表情で先輩を見返したのだと思う。場の空気が嫌な感じに変わっていたらしい。あたりを見回したが、 どれがハゲの木なのか、彼には全然わからなかった。彼は大学を卒業後、私と同じ会社に就職した。二人で他社に出向くと、いつも彼の方が上司扱いされていたのは、私が幼顔のせいもあるだろうが、彼の見事な頭と、それにマッチした顔が一番の原因だったはずと、 固く信じているハゲの木白磁のような肌を持つ娘多分中国の話旅の男が 三十の大きな木の下で夜を沸かしていると、木陰から白磁のように美しい肌を持つ裸の娘が現れ、男を誘った。誘われるままに体を重ねると、娘の白い肌はまるで昼のように男に張り付き、剥がそうとするとひどく痛む。その上、男が何度も生を放っても、娘は満足せず、 それどころか、ますます、貪欲に求めてくる。男は意識がなくなるまで、娘と交わり続けた。翌朝、目を覚ました男が見たものは、昨夜まではつぼみもつけていなかった桜の大樹が、満開の花を咲かしている光景であった。男は精魂絞り尽くされ、立ち上がることもままならなかったが、 また娘が現れたら、今度こそ命まで吸い取られる、と思い、はいずるように山を降りたという。ふもとの村までたどり着いた男は、村人に昨夜のことを話すと、皆怖がるどころか、逆に歓喜に湧き返り、また男を褒め称た,たいた。事情のわからない男に、村の長が説明する。 お前が出会った娘は山の神だ。神は男の精器を糧に花をつけ、その霊のように参加を豊かにしてくれるのだ。だが今年は戦で元気な男層を取られてしまって困っていたのだ。男は熱くもてなされ、後に村の娘と書体を持ったが、神に絞り尽くされてしまったのか、ついに子だからには、 恵まれなかったという白磁のような肌を持つ娘視界を埋めるほどの大岩山といえば二十年くらい前に祖父に こんな話をされたことがあるな。近所の山に、をしに行った時の話。何をしに行ったか、どうしても思い出せない。はるか上の方から、ズダーンと、ご音が聞こえた。何事かと上を見たら、山頂から、とてつもなく、巨大な岩が転げ落ちてくるのが見えた。 ずっと上にあるのに視界を埋めるほどの大岩で、妙にゆっくりと、まっすぐ自分に向かって落ちてくる。あんな大きなもんが落ちてくるんなら、どうあがいても助からんな。と、なぜか落ち着いた気持ちで見上げていると、大岩は転がりながら、見る見る間に縮んでいき、最後にはビー玉くらいの丸石になって、足にコツンと渡って止まった。 こりゃ、キツネか、タヌキか。と思い、弁当に持ってきたおにぎりを一つ置いて、急いで家に帰った。でな、その時の石がこれだ。と、神棚から石を取り出した祖父にびっくりしたのを、はっきりと覚えている。視界を埋めるほどの大岩 カゴの中のキジ。漁師はその日、思いもかけず、たくさんの獲物が取れたことにご機嫌であった。骨に差し掛かった時、深い霧に覆われた。彼は急に体中の力が抜けて動けなくなった。見れば、猟犬もひっくり返り、腹で息をしている。 突然、カゴが暴れ出した。中から首の骨の折れたウサギが血まみれで這い出していた。腹に風穴が開いたキジが一声鳴いて飛び立った。霧が晴れた時、彼は突然力を取り戻した。犬が逃げ出した獲物を再び加えてきたが、 記事だけは見つからなかったというカゴの中の記事迷い寺うちの地方に昔あったという言い伝えで多分。 迷いがけの話だと思う。あんまり怖くはない。中学校で剣道部だったんだけど、夏休みの合宿で町の寺を借りて泊まった時に、五十代ぐらいの年配の住職が寝る前に本堂に部員を集めて話してくれた。昔々、村の百姓は普段は山に入ることはあまりなくて、炭や木材区、 鳥の肉なんかは必要があれば山積みのものから野菜なんかと交換で手に入れてた。もっとも焚き付けは薪と杉っぱで間に合うし、木製の農具なんかは村で作ってたし、塗り物の椀なんかは行商から買っててほとんど必要もなかったらしい。それでも山菜やキノコなんかを取りに行くことはある。その場合でも、 何人かで連れ立っていくようにして、しかも踏み跡が道になっているところから遠く離れないようにしていたらしい。しかも踏み跡が道になっているところから遠く離れないようにしていたらしい。そうしないで道に迷ってしまうと、山寺に行き着いてしまうことがあるから、この山寺というのは普段からそこにあるわけじゃなくて、道に迷った人の前に、 大きな山門が、忽然と現れるという。山門をくぐっていくと、境内から寺の前に出て、表戸が開け放たれている。入ってみると、ろうそくが灯っていて、線香もけぶっているのに、人の気配がない。いくら呼んでも、誰も出てこない。元の道に戻るには、本堂のお釈迦様の像の後ろに、 地下に通じる穴があって、ちょうど善光寺の階段めぐりのような感じで、人一人通れるくらいの幅。ただし、もともと真っ暗な地下洞窟だけど、必ず目をつぶって歩かなければならないという。どちらかの手で壁に触れながらずっと歩いていくと、ふっと壁の手応えがなくなって、そこで目を開けると、いつの間にか、 見知った参道に立っている。これ以外の方法では、元の道に出ることはできないらしい。山寺の山門に入らなければ、山中でただ迷うばかりで、過労死が余っている。地下洞窟で目をつぶらなければ、どこまでも果てしなく洞窟が続いていて出口がない。今にして思えば、何かの ロールプレイングゲームみたいな感じだけど、この話を聞いた当時は、そういうのを知っている人は、周りにはいなかったな。それから最も大切なのは、絶対に寺のものを持ってきてはいけない。ということで、欲にかられてほんのちょっとした何かでも持ってきてしまうと、その人は村に戻れるけど、名前をなくしてしまうという。この 名前をなくすというのも意味不明だけど、住職は詳しく説明してはくれなかった。もしかしたら村の自分の家やなんかがなくなってしまうということかとその時は考えた。でなければ家族を含めて村の誰も自分のことを覚えていないとか。奇妙な話なんでずっと印象に残っているし、同窓会をやった時には 元の剣道部員の間でこのことが話題に出てた。一番不思議なのは、この山寺を出て村に戻る方法なんかがどうやって分かったのか、ということで大学の時に村の歴史や京都市なんかを当たってみたけれど、それらしいのは載っていなかった。住職が中学生を喜ばせようとして作った話というのが一番可能性が高いんだろうが、 もう塔に他界してしまっていて、聞くことはできないんだな。迷い寺。全身黒い毛で覆われている人間。菅の生帝の時代。 狩リウドが山中で裸で全身黒い毛で覆われている人間を見た。狩リウドは捕まえてみようと追いかけたが、これは堀を越え谷を越え逃げ、その足の速さには到底ついていけない。そこで密かに後を追ってその住処を突き止めた。するとそれは一人の女であった。 そこでカリウドはこの女から話を聞いた。私はもともと、真の宮殿で宮遣いをしていましたが、敵である祖の兵隊に占領され、神王は滅ぼされ、宮殿も焼けたと聞いて、驚いて山中に逃げ込みました。山中では食べるものもなく、餓死寸前のところ、一人の老人が現れ、 松葉と松の実は食べることができることを教わりました。最初は苦くて食べにくかったのですが、次第となれ、上や乾きを感じなくなり、冬も凍えず、夏も暑さを感じなくなりました。この女の話からすると、神王、死影に仕えていたらしい。とするとこの女、 200歳となる。カリウドはこの女を連れ帰り、穀物の飯を食べさせた。最初は穀物の香りを嗅ぐだけでもおうとしていたが、次第と慣れていった。二年ほど経つと、女の全身を覆っていた黒い毛は抜け落ちたが、ついに老衰で死んでしまった。この女、 山中で人と会わなければ仙人となっていただろうに全身黒い毛で覆われている人間主様が変わる。 じっちゃんから聞いた話。昔、やたらと蛇が多く、蛇山とあだなされた山があったそうな。その山に入る者には、毒蛇にやられる者が多かったという。ある時、蛇山に入った漁師が、恐ろしいうなり声を聞いた。声をたどっていくと、 藪の中で真っ白な大蛇が頭を食いちぎられて息絶えていた。その体には至るところに巨大な猛菌の爪痕が残っていたという。恐ろしさに逃げ帰った漁師が山で見たことを話すと村の老人たちは山の主様が変わった。これで蛇は減るだろう。 と、みんなに告げ、その日のうちに、前代の主である大蛇への供養と、新たな主である猛禽類を迎える儀式が行われたという。その後、蛇の被害は減り、代わりに山には鳥が増えたそうだ。その山はよく主が変わるそうでな。白蛇の前はイノシシ。その前は、 山のだった、そうだ。最後にそう語って、じいちゃんはこの話を締めくくった。主様が変わる。母さんにもらった。 友人 Y が一週間の山遊びの後大量の木の甲を持ち帰った。しかし、不に落ちない。無駄な採取を好まない奴だけに変に思えた。母さんにもらった。と Y は楽しげに木の甲を見せた。俺は面食らった。Y の母は 俺たちが知り合う前に亡くなったと聞いていたからだ。寝ていると、ふかふかした何かが、お前の母さんだよ。って腹をポンポンしに来たんだよ。で、食べろ、小さいお前。で、キノコをドサッと置いてったんだ。不思議だろ 母さんは毎晩キノコをくれたそうで食べきれず残していくのが申し訳なくて持ち帰ったとのこと母さんにもらった32匹の魚。 知人 A の話 A の実家は山の中腹にあり、ご両親が食堂と小料理屋を足して2で割ったような店を営んでいた。店の横の渓流で採れる川魚料理と山菜料理は絶品で、訪れた際は、塩焼き、骨酒、山菜おこわなどをご馳走になるのが楽しみだった。 商売っ気はなく、たくさんの田畑を貸し、悠々自適に暮らす夫婦の趣味の店、といった雰囲気だ。以前、A の規制に同行して厄介になっていたとき、団体客から問い合わせがあり、魚料理を要望された親父さんは、用意できない、と断った。急な団体では仕方ないが、日を改めて、 という話も断るのは不思議だった。電話を終えた親父さんに話を振ると、面白い話をしてくれた。店の脇には、渓流とつながる生けすがある。そこには毎日、決まって32匹の魚がいるという。なぜ32匹 人を聞くと、大昔、この集落には、A の一族が32人いたからだという。当時、この辺りの山には鬼が住んでおり、退治されかけて逃げてきたのを、A の先祖がかくまってやったそうだ。傷が癒えて立ち去る時鬼は何か礼をしたいと言ったが、 先祖は礼などいらないと断った。困った鬼は、訪ねてきた時に持ってきた魚を先祖が喜んで食べたことを思い出し、渓流の魚をすべて差し上げると申してた。しかし、川の魚を独り占めなんてとんでもない。と先祖が断ったため、毎日新鮮な魚を 一族の数だけ受け取ることで話がついたという。イケスをよく見ると、川との接点には網などの仕切りはなく、渓流から清らかな水が遠慮なく行き来していた。まるで昔話だが、少なくとも俺が厄介になった三日間は、毎朝誰も取りに行っていないのに、 三十二匹の大きなアマゴが自然にイケスに入って逃げようともせず泳いでおり、俺は岩くつきのアマゴの塩焼きを不思議な気持ちでかじりついていた。三十二匹の魚。 ビ。20年くらい前の何かの番組で山間に住む農家のおじいさんが不思議な体験して取材されてた以下おじいさんの話夜中に飼っている犬がやかましく吠えるんで窓を見ると向かいの山の方がうっすら明るく見えた カーテンを開けて外を見たら、山の中腹あたりに火が見えた。山火事だと思い、慌てて家族を起こしたが、どうも様子がおかしい。山の中腹には、同じような火が数箇所、点々と並んでいて、火一つ一つの大きさは距離から考えると、3から5メートルはある。燃え広がる様子もないし、 誰かがこんな夜中に山奥で松明を焚いているんだろうか。これは、ひょっとして、狐火というものだろうか。犬もうるさく吠え続けているし、これは何かあるな。と思い、解き放ってやると、犬は一目散に山へ向かって走っていった。時折吠え声がワンワン聞こえるので、 犬がどのあたりまで行ったか大体わかる。ややしばらくして、火の一つにたどり着いたらしい犬が狂ったように吠え立てると、中腹に連なる火がパッと一斉に消え、山は静まり返った。明くる日、火が燃えていたとおわしきあたりに行ってみたが、何の痕跡も発見できなかった。 犬はそれっきり帰ってこない。どこかに連れて行かれてしまったんだろう。消しかけてしまい、かわいそうなことをした。キツネビ。